皆さんこんにちは。室戸市長の上田総一郎です。高知県室戸市は四国の右下角っこに位置する場所にありまして、5つの町村が合併をした市でございます。毎年7月の夏場に、ふるさと室戸祭りということで、クジラ船競争大会や花火大会をずっと実施をしてきております市でありますが、この度のコロナ禍におきまして、今年は史上初、5カ町村それぞれの場所で花火大会を分散して、実施することになりました。しかもその花火大会を YouTube オンラインで情報発信をしようという企画を担当の皆さん方が取り組んでいただいております。室戸市では皆さん方も馴染みの深い方もあろうかと思いますが、室戸市を初めてとされる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。ちょっと室戸の自慢話をさせていただきたいと思いますが、室戸市は四国では唯一ユネスコ世界ジオパークに認定をされた地域でありまして、室戸岬の海岸に立ちますと第一の産声が聞こえるというアピールをさせていただいております。それは100年に1回発生します南海地震により大地が隆起をして、陸地を拡大しているという場所でありますけれども、地球の生い立ちといったものが学ぶことのできる町となっておりまして、そうした地域で活動しておりますジオパークのガイドの会の皆さん、また推進協議会の皆さん方の活動で、どのように、室戸や四国の大地が出来上がったのかといったことが分かるような活動をしておりますので、ぜひ室戸ジオパークを訪ねてきていただけたらなというふうに思います。また室戸自慢では一つには日本一早く海洋深層水という海の深いところから取水する海水で、ミネラルウォーターや食塩、いろんな食材に活用されておりまして、非常に健康にもいいといった取り組みが進められております。また地元では水産の都市でありますけれども、定置網漁業も大変盛んでありまして、毎朝何トンもの新鮮な魚、多種多様な魚が取れる町でもあります。しかも備長炭が日本一の生産量のある町でもありまして、食材もそして料理をするエネルギーの方もこの室戸に来ますと非常に楽しめるといった町でございます。その室戸岬には日本一の室戸岬灯台といって300度のパノラマを楽しむことのできる町となっております。どうぞ花火も見ながら、そうした室戸と思っていただきて、またぜひ室戸へ来る機会にしていただければ幸いでございます。どうか皆さん方には室戸へのお越しを心からお待ちを申し上げまして、ご挨拶に返されていただきます。どうかよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。観光協会長の八木と申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、YouTube オンライン配信をご拝聴いただきました。誠にありがとうございます。今回のふるさと室戸祭りは、新型コロナウイルスの影響により市内でのイベントの中止が相次ぐ中、市民への皆様と活力創出を目的として、花火の打ち上げを実施いたします。また花火へご寄付いただきました皆様、誠にありがとうございました。来年度はふるさと祭りはさらに地域の皆様から愛されるイベントになりますよう精一杯頑張っていきますので、よろしくご理解ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。